八重樫。これ八重樫？ジジイム。カメラマン。お、見たね。今新演出。いかん、もうちょっと、もうダメ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 、もうちょっとプロスピの話にしよう。ダメダメ、使えん使えん使えん。はい、ということで誰来るやかね誰来るやかね、みんな誰来そう。さあ誰が来るやかな。まあ俺的にソフトバンクで来てほしいのはまあバルデスかな。バルデス1点待ちで。カープ版ジョンソンって、カープのジョンソン、まあ去年、去年出たっけ最後ね。はい、なった、行きましょう。さあ誰が来るか。てか そもそもまず OB かベストナインか。まあ多分 OB と思う。多分 OB と思うんですけど、メンバーが誰が来るかっちゅう話。メンバー次第でガチャ引きますんで、よろしくお願いします。さあ行きましょう。ああ、もうどれでもいいどれでもいい。これとこれ。さあメンバー見ましょう。OB。OB とネクストブレイク。ちょっと見ていこうか。さあ OB でした。阪神出た桑原さん、これムービング B の超ピンやろ多分ね。あ、ムービング A の、あ、これタイピンチないやつなんや。へえ、昔ねえあったよねタイピンね。桑原さん、オガヤン、オガヤン強いんよ。うわ、超走塁いらねえ。あのセンター守備 A いけんじゃん。へえ。まあでも山本浩二おるけんな、広島はな。でやっぱ来たね松原さん、やっぱ来ましたね。まあお知らせに書いてあったけんな。でゴンザレス、あーゴンザレス、これ下方向あればめっちゃ強いのにな。これスプリットでもあればね超強やったんですけど、どうなんでしょう。巨人純正は取り行くんでしょうか。ラミレス画質あらこのラミちゃん絶対キャンプでしょ、キャンプ中でしょこれ。え、画質あらラミレス画質あらすぎやろこれ。これ絶対なんか地方球場のキャンプのフリーバッティングのやつやろ絶対絶対そう。木又さんでいいんかな。お、パワーヒッター降格、木又さんね。でも中日のキャッチャー多分この人確定じゃない、超強い。マサカリ打法、八重樫、これ八重樫、八重樫枠これこれ八重樫枠じゃん。でもキャッチャー八重樫とかぶるんよなマジで。これ八重樫八重樫枠来ちゃー。川越さん、あーこれ超ピンやったらおもろそうやったけどな。うん、超ピンやったら強かったかもね。ロッテ山本さん、もう一人の山本浩二か。この人なんか息子さんおったよね。息子さんプロ野球選手なかったっけ。え、息子さん何やったっけな、ちょっとあんま覚えてないけど。ホークス誰これ、ん、読み方わかんねえ。河野さん、セカンド守備 B、 超チャンスメーカー、固め走塁、固め走塁、いやイグヤンでしょう。なんかこれやったら三森さんからの代打イグヤンでいいと思うな。マギーマギー、俺また取り行くんかやんたを。ケーシーマギーまた取り行く。あ、ジージーサト、これね、これ俺の友達めっちゃ欲しいと思う。多分俺の友達の西武純正のやつ、これ絶対多分取り行くと思う。ジージーサト、武田久志、
みたいな感じか。まあ純正向けっすかね。でスパーク見ていいっすか。でなんかスパークの特能見てください。スパークの特能、兆し、相手の特殊能力の効果をかなり受けづらくなる。うわまたややこい表記やで。何、タイピンチやったら1個減るみたいな感じで、超広角やったら超広角で外角流しがあんま飛ばんくなる的な。打者は同じか。特殊能力の相手の効果を受けづらくなる、この受けづらくなるがどんぐらいその減衰してくれるかね、その相手にどんだけのデバフをかけれるかがマジで肝心。そこが一番重要。超タイピンチやったらタイピンチになったり。でもさ、それってややこしくない？仮にさ、スパークの選手でバッターボックス立っとるとするやん。で、相手が超タイピンチ発動しとるのに、超ピンの変化量しか曲がらんかったら、頭ややこしくならん？俺も頭パニックになりそう。うわ、ラミレス取り行こうかな。ラミレス取り行こうかな。もうガチャ引くラミレス。俺別にいいけど。いやでも累計でラミレス出た時しょうもないんよね。でもポイントやけんさ、こんなのガチャ回して終わらした方がいいんやね。ラミレス行こっか。俺ラミレス引こうわ引くわ。ごめん、俺やっぱラミレス好きなんよ。テレ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 。俺ラミレス欲しいんで、なんなら30連目でラミレス出るかもしれんけん。でまあワンチャン副産物バウアー、そう新エースも見たいしね。デレデン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 デレンデンデレンデンデレデレデデンデンデンデレデレンデレンデンデレンデン。しかもラミレスこの前使った時さ、めっちゃホームラン打ったやん。ラミちゃんホームランめっちゃ打ったやんね。ちょっとなんかいいなって思ったよね。そう、フォローするかっこいいけんね、ラミちゃん。 BGM が変わったのはマジでわからん俺。 GG 大さんありがとうございました。 GG 30連目1人確定、これ GG です。ラミちゃん引いちゃおうぜ。もう一丁。ジジム、カメラマン。マギーか、あれ欲しかったな。八重樫2世。今のが2枚引き演出です。さあ行きます。ラミちゃん、ラミちゃん40連目もういいです。割引新演出見たいんですけど。ゴンザレスいいじゃん。 OB はちゃんと弾けてるよ。ゴンザレスも使ったろうかな。ゴンザレスいいじゃん。でもいっぱい弾けとんじゃんね。新演出見たいですねえ。新演出見たいです。せめてじゃあゴンザレスの A ちょうだい。ゴンザレスの A、 俺ゴンザレス極みにするけん。めっちゃ出るやんこのさ。自分の狙いがあんまりおらんときにめちゃめちゃ弾くのなんなんこれ。ラミレスもらいます。おまたねえやん。またねえ。見たね今新演出、煽りやん。スタンプで煽られます。あ、新演出見れたけんいいわ。気持ちがええな。
何新演出は3枚確定とか。めっちゃまマギースピーカー法できます。めっちゃ A 出るやん、何これ。はい、ありがとうございます。じゃあ、この写真はキャンプ中の地方球場のフリーバッティングしてるラミレスです。はい、ということでありがとうございました。よかった、新エース見れたわ、よかった。ラミレスをゲットしたことよりも新エースが見れたのが嬉しいかも。はい、即キュアラミレス即キュアです。どうしよっかな、これ今俺ボーナスパーセンテージどんぐらいあんの。え、関係ない、これ俺やったもしかして、これボーナスとかない。絶対累計終わらせてからでよかった。これ累計ラミレス出たらどうすっと俺。俺これ累計ラミレス出たらどうすんの。絶対累計終わらせてガチャでよかった。コナミから言われとる今、ありがとうねって。